山田家3回。こんばんは、山田と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、言った通り、山田決算会やっていこうと思います。前にね、ST106 シリーズっていう形で、スターステール収支大発表会っていうのをやったんですけどね、まあ、今回からね、定期的にやっていくと、毎月ね、ちょっと見てこいやないかっていうので、ちょっと時間も作れるようになりそうなんで、やっとくさ、ちょっとニコ動の、週3、25分投稿も終わりましたんでね。で、早速ね、終わった。そのあたりの、まあ、放送はまだ終わってないんですけど、投稿のね、段取りでやっとくさ全部ついたんでね、いやー、疲れたーということでね、まあ、休む間もなく、まず、9月のやつやっとかないと、また、効果がね、今これだって、スターステールの、収支大発表会、7月、8月のやつを10月11日放送してるわけですからね、全然間に合ってないわけでございますね。ですのでね、もうちょっと早めにこれだけ取っとかないな、ということで。で、定期的にやっていくにあたってね、やっぱり名前を付けた方がいいだろうということで、やっぱオリジナリティ溢れるね、名前にしないといけないだろうということでですね、今回からですね、このシリーズ、山田決算会という名前でね、させていただきたいと思います。なんかね、ちょっとなんかどっかでリンゴとかね、なんかね、あれバナナとかリンゴとかね、もうなんかめちゃくちゃあちこちに溢れ返ってねえかという気がするかもしれませんけどね、まあ、うちのとこはね、山田単位がね、やっぱね、お金で言うとあれなんで、今ニコニコだけでやってるんで、ニコニコってやっぱ出して OK みたいなんですよ。っていうのは、その収益の情報のところ、詳細欄のところに、その収益情報をシェアするって言って、ツイッターでツイートできるようなシステムになってるんで、多分大丈夫になると思います。ちょっとそのあたりうちらと見せながらやろうと思いますけどね、っていうことなんで、多分ニコ動的にはいくらでやる気だよっていうのをね言って、全然問題ないさそうなんですけど、やっぱ YouTube が絡んでくるとね、そうもいかなくなってくる。まあね、将来的にはね、 YouTube さんもね、収益化したいわけですよ。一体何、今の計算だとね、15年後ぐらいになるんですけどね、まあ、うちの場合22年すでにやってますからね、15年後だと、折り返し地点に来たかと、折り返し地点を超えたなっていうね、計算になってくるんでね、怖いね、そう思うとねっていうところなんですけどね。ということなんで、うちのところは、山田決算会という形で、やっていこうと思います。で、まあね、あんまりね、何円って言うとね、やはり角が立つってことでね、どこかさんのところはね、1リンゴ、なんだったっけ、1リンゴが、なんか1万倍するとちょうどいいぐらいだったかなとかっていうようなね、計算だったりとかね、ありますよね。まあ、パチンコ業界とかだと、1K って言ってね、まあ、1000円単位でやることとかも多いですけど、まあ、うちの場合ね、金額なんでね、1山田イコール1円みたいな感じ、1円って言っちゃったよ、もう。1山田イコール1、ね、の、イコールイーブンだと思って、もらったらいいんじゃないかな、という計算でございます。ということでね、早速ね、今月、今10月なんで、9月分のやつが出揃いましたので、それの発表をしていきたいと思います。ついでに、ニコニコ動画のその収益を見る画面とかもちょっといろいろと変わりましたんで、そのあたりの説明も一緒にやっていこうと思います。ではよろしくお願いいたします。さあ、ニコ動画の方にね、やってきましたけど、今までは収益を見る画面がその他のところのコモンズ、ニコニコモンズっていうのがあったんですよね。ここのところをクリックすると、こんな感じでクリエイター向けポータルサイトっていうのがあって、このカラオケ配信の横にクリエイター推奨プログラムっていうボタンがあって、それを押すといろいろと見れましたよっていうのがあったんですね。まあ、ここのアイコンにちょっとその名残が残ってますけど、クリエイター支援のところの名前があるっていうので、で、こっちの方はその、ライブラリーコンテンツとかそういったようなところのに、なってます。共有で使える音楽とかのデータとかが貼ったりとか、そういうような、まあ、オーディオライブラリーとかそんなあたりとか、カラオケのその配信ができるようになるやつとかとは似たような感じの、ところになっとって、収益のやつは完全に分離しました。で、なんだろうな、うちのところがね、こうやっていろいろと広告を打ったから、きっといっぱいクリエイターさんが参加してきてくれたんではないかな、どうかな絶対うちの影響力じゃないと思うけど、まあ、なんですけど、ちょっと変わりましたよ、ということで。それ結構大きな違いで。で、ここのところですね、自分のところに合わせると、こんな感じでさーっと出てきて、ここのところに、クリエイター収入窓口っていうのが、あー、見えてねえ、ごめん。俺の顔がちゃうまいじゃん。俺こっちに移動するわ。左側に移るんですからね、左遷ですね。
で、中心のところをこうやってやると一番下のところに見れるかな、ここにですね、クリエイター収支窓口、収入窓口っていうのがあるんです。これをクリックしちゃうと、もう自動的にクリエイター収入窓口になってます。ということで、もうここに出てやってますけど、残高がね、出てます。3700円ってことで、もう収入も出てますね。はい、どんと出てます。ここに載ってる通りです。今回入ってくるのが8月分のやつ、そうだ、もう私9月分って言ってましたけど、8月分のやつの集計が終わって、その分が10月の1日に入ってきます。月末締めの翌月1日払いと、思ってください。給料、サラリーマン給料的に言うとね、まあ、大体翌月25日払いとか多い。なんかそれが月末締めの翌月25日払いじゃなくて、翌々1日払いか、給料計算のその契約内容風に言うとそういうことですね。ですので8月分の1杯分のやつが10月1日に入ってきました。その金額が、2537円となっておりましたよということでございます。いやーまあまあ、この前使ったですから2500円ね、ポイントでね、広告売ったのが、まるっと、返ってきたような計算になりますね。まあ500円プレミア会員でね、毎月かかってはいますけど、まあですから、500円分は全然ゲインができているよというような金額になってるんですよね。いや、ありがたいですね。2500円分もポイントが入ってきました。あ、で、前々ポイントだったのがもう円に変わりましたね。結構ここら辺潔いのがね、ニコニコらしくていいなと思いまして、8月分の詳細って見れるのかな？獲得予定、あと出てますね、9月分は一応2900円になりそうだから、それで、ね、まあちょっとこう順調に、いただいてますんで、ありがたい話でございます。10月分はまだねちょっとブレがありますけどねってことでございます。だからどうなんだろうな、ちょっと投稿頻度がね、今まで週25本の、4週で100本、次100本以上動画を上げるっていうね、ハイパーハイペースではあったんでね、多分現役の中、そこの前に出たバーニングアウトさんっていう、すごい人、1万2000本以上動画上げてる方がいてね、その方はもう1日5本とか全然ずっと上げ続けてるんで、えげつないですよ。ね、なんですけど、まあね、そこら辺とかになってくると、ちょっとうちではもう立ち打ちができないですけど、まあ一応目標1000本ね、今870本ぐらいまで来てるのかな。ですので、近いうちに1000本超えるので、まあ、1000本超えるチャンネルというと、ニコ動だとそんなにないんで、結構珍しい部類の入ってくるかなと思います。1000本頑張ってね、いきたいなと思います。まあ、目標2000本までは、はい、走るので、YouTube の方が1200本上がってますからね、ニコ動の方ももう1000本は、見えてますから、まあ、2000本まではね、ガツガツ上げていく予定でね、いきたいなと思います。ネタはね、いくらでもあるんでね、うちの場合ネタには困らないんで、本当にそこだけはね、チャンネル方針ね、作るときにね、そこでつまずくことがないようにっていう、一応計画は立てたのは確かに立ててたんですけどね、とはいえね、ちょっと効率良すぎるやり方にしちゃったんでね、もうちょっと消化スピードを上げないといけないんですけどね、ということで、履歴で見れるのかな、8月報奨金2500円ってなってますけど、前まではスッと見れたんですけどね、ということで最初からね10円から始まりましたけど、1400円、2200円ときて、2500円、なんかちょっと順調に上がってるのは嬉しいですね。いやー、いい感じですね。で、受け取り画面とかもちょっと変わりましたね。こんな感じでちょっとやりやすくなったのかな。で、現金口座の振り込みできると、1000円分から受け取り可能で、手数料220円で、できますよってことなんで、今うちだったら、いくつある？3700円あるわけですから、まあ一応3000円は下ろせるわけですね。あ、今の銀行の残高よりも、それはそれで悲しい事実ではあるんだけど、まあ一応そんな感じにはなってるんでね、いざとなった時はね、行きますしね、まあ Amazon ポイントで買えるっていうのを今度やってみてもいいですけどね、それでちょっとなんか動画で絶対に使えそうなものをね、探すっていうのは、それで1本作ればいい。やばい、また動画のネタが思いついてしまう。やばいですね。まあ、うちの場合何でも動画のネタにしちゃいますからね。すごいですからね。で、どこでね、受け取り、詳細見れるかなと思ったけど、ここかな？自分のアカウントね、クリックしたらこんな感じでと出てくるんですけど、ワリガップルさん、また今日も上げてますね。すごいなぁ。で、どこだったっけな、動画投稿シリーズで、見てみたら、さっと出てくるかな。多分ここのアナリティクスで、全動画レポートで、1ヶ月、8月分を見ればいいですよね。
ですから8月1日から31日までで、見たるとこんな感じ。再生数1882で、ですから冷静に考えてみたら1800再生で2500円入ってきてるってことは 1.4 円換算ぐらいになってんだ。だいたい今 YouTube が 0.2 円とかじゃないとちょっと単価が下がってますよっていう話が出てるぐらいですから、おー、ちょっと頑張って手こいでしていくのこれはありかもしれませんね。へー、まあちょっとあのニコ動向けの動画っていうのは実はあのカスタマイズ用にあの撮ってはあるんです、あの撮ってあるんですけど、ネタはね、うん、まあもともとそのね2009年からやってる新もうだからニコニコの方のが当然あのこっちもデータ蓄積も持ってますし、どういう傾向があるかなっていうのは持ってますし、まあもともとお得ですしね、なんだショップの店員やってたしカラオケ屋の店長もやってた人間なんで、そっち業界の傾向の方のが掴みやすいのは掴みやすい、まあただあんまりあのアニメとか乗っかってないんでねあれなんですけど、 V もね、そこまで見たいやかりジャンコメシス、まあ企画系がやっぱ中心になりますよね。最近は青いのも見てますけどね、何やかんやショートで結構流れてくるんでねという感じですけどね。で、傾向としてはまあ同じ今までとあんまり変わってないのかな、男性がやっぱりめちゃくちゃ多い、まあ、35歳うちらの年代が多いねっていうところら辺はあんまり変わってない感じですね。でこの期間、再生されてた人気動画とかっていうのは見れるのかな、集計期間が直近30日の変動値、あちょっとだから実際の投稿とちょっとずれますよね。今伸びてきてるやつだと、その当時のデータっていうのはちょっとまた取っとかないといけないのかな。2008年、で最近の傾向としてはまあですからちょっとすいません、実際のチャリンチャリンとはちょっと変わってきちゃうんですけど、チャリンチャリンってどっかで見れなかったっけな、なんかあるはずなんですけどね。あちなみにその今度新しくできるこのクリエイターサポートのやつっていうのは、ユーザーレベル18からが対象になるんで、ねユーザーレベル18だとフォロワー何百人ぐらいいるのかな。あ、いや、それはまた、ちょっとそれだけで動画撮りますわ。クリエイターサポートツールはやっぱりそれなりにニーズあると思いますし、私もね、やりたいところであるんですよね。まあ、何せまだ、その、うちのところは、ユーザーレベル5なんで、ぜひ皆さんフォローしてください。ニコ動で見てる皆さんお願いしますと。コビ打ってきますよ。まあ、任せてください。もう、チャリンチャリかなんだね。で、ご意見、サポートについてのご意見、そうですね、レベル下げてください絶対18までかかる前に40歳を迎えるわ俺はね、こんな動画ばかげ、ああいう消えてるからだってね、感動されたら、グーの音も出ないですけどね、まあ一応こんなわけで、でもこれも見れないな。ちなみにそんなのはね、うちは申し込まないで、ストイックにやるぜっていう人はここの機能をオフっていうボタンを押すと、オフにすると、受付はできないように設定もできるらしいです。オフにするわけないじゃないですか、もう決まった瞬間速攻もチャリンチャリン取りに行きますからね。あ、今でも、ね、ギフトを送れるんでね、ギフトだったらチャリンチャリンもらえるんでぜひお待ちしております。はい、はい、でね、その人形の方はですから、まあ今回はねそういうのは全部含めてもまとめて2000、先の2500っていう数字ですね。ってことなんでね、まあまあまあちょっとした役職手当ぐらいにはなってますもんね、ありがたいですね。まあ役職手当、技能手当、うん、そうですね、うん、どこで見れるのかな、どっかで見れるはずなんですよ。この前、あれ見たときに、あれだ、コラボレーター、後から登録で見えたな。どこだったっけ、収入を行った作品、あ、これ、収入申請を行った作品一覧っていうのがあるんですよ。これ、どこのコンテンツのとこかで見れるんだ。これですね、こういった画面があります。で、リンク貼っときますわ、この解説欄にリンク貼っときます。そのリンクから飛んだれば、このところに直接行けるようにしておきます。